原子力で発電した後の廃棄物は10万年も放射線を出し続けます。残されても困るものじゃないか、使用済み核燃料なんて。なんで30年経って50年経って持っていくのや、絶対6回の方がいいじゃん。日本中の使用済み核燃料が集まる青森県六ヶ所村を訪ねました。青森県にはこちらの地図にあるように使用済み核燃料の再処理施設をはじめとする原子力施設が建設中のものも含めると4つもあります。日本の原子力発電を支えている青森県の住民が福島の原発事故をどう見ているのか取材しました。青森県六ヶ所村、日本でただ一つの使用済み核燃料の再処理工場があります。全国の原子力発電所で出た使用済み核燃料はそれぞれ敷地内のプールで冷やされた後、六ヶ所村のプールに移されます。核燃料は使った後水で冷やし続けなければなりません。福島第一原子力発電所では電源喪失でプールを冷やせなくなり、決死の給水活動を余儀なくされました。日本中の原子力発電所で出てくる使用済み核燃料はすべてこの港に運ばれてきます。関西への電力供給に使われた後の使用済み燃料も年に6回運ばれます。そして隣接する再処理工場へ持ち込まれるのです。使用済み核燃料は死の灰と呼ばれる核分裂生成物を含んでいます。1トン分の使用済み核燃料に近づくと即死します。このため鉛で遮蔽した容器に入れられ厳重に扱われます。六ヶ所村の使用済み核燃料プールはすでに 94% まで埋まっています。国の描く核燃料サイクルは行き詰まっているのです。原子力発電所でウランを燃やすとプルトニウムが生まれます。再処理工場は生まれたプルトニウムを取り出すところです。そのプルトニウムを燃料にしてさらに新たなプルトニウムを生み出すという高速増殖炉が実現すれば、今後資源の心配がいらなくなるというのが核燃料サイクルです。しかし高速増殖炉は事故やトラブル続きで開発のめどは全く立っていません。高速増殖炉が実現できない限り核燃料サイクルは成り立たないと専門家は指摘します。ウランという資源は石油に比べても数分の1しかない、石炭に比べたら数十分の1しかないというような、もう誠に貧弱な資源で、こんなもの未来のエネルギー源にならなかったです。で、実はそのことは私はまあ足を踏み込んでから知ったわけですけれども、原子力を進めてきた人たち、まあ、本当に知識を持っている人たちは初めから知っていた。サイクルの中の一部が高速増殖炉ですから、高速増殖炉がなければ核燃料サイクルという概念自身が意味がなくなります。高速増殖炉の目処も立たないのに、取り出したプルトニウムは長崎型の原爆4000発分に相当します。プルトニウムの毒性はウランの20万倍、核兵器の材料にもなるため、再処理工場は IAEA 国際原子力機関が24時間監視する厳重な警備体制が敷かれています。プルトニウムがこんなに溜まってるのに再処理工場を稼働して新しいプルトニウムを取り出してどうするんだという議論があったんですが、そこはまあ自民党の中も有無を言わさず押し切った、あたかもその建前が通るようなことをこの核燃料サイクルでもやってきて、だん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 化けの皮が剥がれてきている。だからそろそろ王様は裸だっていうのを言わなきゃいけないんだけど、一生懸命王様は裸じゃないかと言っても、いやいやそんなことはない、立派な洋服を着てます。さらに深刻なのが核のゴミの最終処分地が決まらないことです。再処理工場ではプルトニウムを取り出した後の廃液をガラスで固めて
高レベル廃棄物として保管しています。高レベル廃棄物は手で触れるようになるのに10万年あるいは100万年かかると言われています。国はどこかに最終処分地を決めて地下300メートルに埋めて捨てる計画です。深い地中は地震でも揺れが少ない上物質を閉じ込める性質があり10万年以上安全に管理できるというのです。六甲山は970メートルの高さがある。今はあります。でも100万年前はあの場所は海だったのです。ですから100万年の間にもあんなに高い山ができてしまう。仮に300メートルあるいは何百メートルかの地の底に埋めたつもりであっても100万年後にはもうそれが山になってしまうという、10万年100万年というような年月の先まで安全を保障できるような科学は残念ながら私も残念に思うけれども今人間には持ってないのです。そういうものは六ヶ所村で核廃棄物を預かるのは50年以内という約束です。最終処分地が決まらないとその約束が果たせなくなります。ところが畜産や再処理工場の協力企業を経営する村会議員は慌てなくても良いと話します。なんで30年経って50年経って持っていくのや。絶対6ヶ月に置きゃいいじゃん。で村も行政もそれからサイフリの日本原燃さんもみんなにとっていいわけでしょ。我々はあの工場を受けた瞬間にメリットもデメリットも一緒に受ける覚悟を決めたわけですから、あのそう心配していただかなくても僕はいいと思う。六ヶ所村には再処理工場の誘致で328億円が交付されました。原子力関連企業が立ち並び村の景色は一変しました。雇用が生まれ村の基幹産業とまで言われた出稼ぎ者の数は10分の1にまで減っています。村に高校を作り進学率を全国平均に押し上げるという悲願の達成も再処理工場の効果だといいます。もし原子燃料サイクル事業これが立地されていなかったとすれば六ヶ所村は多分超限界集落になっていたのではないかとは思っています。まあ自分としては村民の幸せと村の躍進発展のために施設を有効にそれこそ生かしていきたいというつもりでいます。村に恩恵を与えてきた原子力産業。しかしひとたび事故が起きると大きな被害を受けるのは農家です。佐藤清越さん、再処理工場から30キロ余りの七戸町で農業を営んでいます。トマトの栽培が好調でハウスを増やしたいと思っていましたがその考えは変わりました。福島の事故を見ていずれ青森県から極端な話脱出することを想定しておかなきゃいけない、ね、だからここに置いていかなきゃいけないものはあまり増やさないこと、だから体と、まあ、現金預金あとは技術だけ持って逃げるっていうつもりでいないとならないなと。極端な話日本に住めない状況になったら海外に行ってでも農業やるつもりで考えなきゃいけないなと。先月、六ヶ所村周辺の農家が農協の総会に集まりました。安全っていうのが先立ってるから、なかなかいいとか悪いとかそこまではね。だってあれなければならないもんだべ。なストップとかそういうのできねえよ。もうこれやるしかねえんだ。これも特別、この前のあれはもう特別だ。何十年に一回だからどう思う。農家ばっかりなく年内育成がなきゃないから、津波にもう地震津波にも絶対に耐えられるような
やっぱり原発が欲しい。なんとか原子力施設と共存する道を探ろうとする農家が多い中、佐藤さんは福島の現実を直視しようとしない農協の姿勢に疑問を投げかけました。約100ページ以上に臨むこの総会資料に原発の原の字がどこにも出てこないと、これに書いてこないということはもう触れたくないということですね。そうじゃなくて本音で議論しなきゃならない時に来てるんじゃないのと思う。多くの人が地域の発展を願って協力してきた原子力政策、安全性の問題に加え10万年に及ぶ廃棄物の管理という重い宿題をどうするのか、国民全員に突きつけられています。